一周 300m、 500m、 1000m と競技がございます。アイスセットのようにショートトラックのコースと類するものがございます。かなり前傾スピード、最速になりますと、約60キロのスピードに記録になります。最終のゴール、先頭のウィールがゴール通過、その集計のラップで、タイムに競われます。簡単に、走行しました、スピード競技の選手、非常にトライアスロンや各種のスポーツでも、自転車の競技にも出場しておりまして、このスピード競技、新しい進化したスケートスタイルをこれから期待していただきたいと思います。ありがとうございます。まずはですね、選手、ウォームアップしてください。本日社会人代表、そして、全日本学生の選手、代表選手が今日はデモンストレーションに参加していただいております。ちょっと足元をご覧になるのは非常に難しいかと思いますが、スティックはですね、R 型のスティックをしております。アイスホッケーは L 型のタイプになっております。そしてパックボールは、ローラーホッケーはこの丸いボールになります。アイスホッケーの場合は平型タイプの、アイスホッケーのパックになっています。インラインホッケーも実はございまして、ローラーホッケーとインラインホッケー、サイドはもう、足元が違うだけ、そして、スティックとパックが違うというふうにアイススケートに似た形になります。さあ、パックトレーニングを今、スティックワークを行っています。ゴール、同じく、ゴールがございまして、相手チームのゴールを目指してゴールを言います。この競技につきましては、5対5のフォーメーションで戦います。さあ、ローラーホッケーのこの競技に関しましては、第14回アジアローラースポーツ選手権ローラーホッケー男子競技、この日本代表選手が見事10年ぶりにこの夏にですね優勝しました。非常に日本のローラーホッケーの活躍が著しくアジアの中で輝いております。そしてボディーコンタクト、このローラーホッケーについてはボディーコンタクトはしてはいけません。アイスホッケーのような強烈なボディーアタックはございません。競技内容としましては前後半各20分、同じようなスタイルで行っております。さあ、それでは、最後シュートのフォーメーションを終了させていただきます。今日は本来でしたらゴールを設置したいところだったんですけれども、わずかの時間でしたので、今日はホッケーの競技スタイルを、その前に、使うだけじゃなくてね、この他のみんなにスケートの楽しみ方というのをご紹介したいと思います。エアーと呼ばれるもの、エアーは飛び物です。こちらをジャンプ台を使用せずにインラインスケートのみで飛んでみたいと思います。ジャンプ台本日ありませんので、ジャンプの私をでは行きましょう。このようにインラインスケートを使って助走をつけながらエアーができます。結構高さがあります。この中にも技の種類があります。今日はちょっとね、お時間が短いなので、簡単なものから180アクアシールドのスピン、180、じゃあもう一本いってみよう、360、360度飛んでる間に曲がります。さあ、このバイアルが非常にいいですね。インラインスケートにはこのようなレアトリックを使った競技などもあります。
ではここからはスラローム本競技の方に移りたいと思います。まずスラローム、タイムを測る、スラロームというのがあります。スピードスラロームと呼ばれる競技、じゃあ行ってみよう。用意スタートの合図でスタートします。用意、あ、一人ずつだよ。予選、はい、用意スタート。このように、スタートの合図とともに滑っていきます。タイムの合図を優に滑っていきます。これでゴール。ここまでのタイム計測とします。それでは次の選手どうぞ。用意スタート。こういう小さい子でもね、楽しむことができる、スラローム競技、その中でもタイムを計測するスピードスラロームでございます。用意スタート。予選はこのようにタイムを1人ずつ滑り抜けていきます。技は自由。用意スタート。このように後ろ向きで滑るのもありえるの。で、予選はタイム計測なんですが、タイムの速い人から、本戦へと出場します。本戦の戦い方がちょっと変わっております。2人ずつです。2人ずつ本戦の戦い方が2人ずつ、先にゴールした一方が3ポイント先取、点数が多い方が勝ちです。最後に1個蹴るとマイナス2ポイントとなります。では行ってみよう。用意スタート。先ほどとは違い、隣で人が滑っているのでプレッシャーになります。ゴール。最後を蹴っておりませんので早い方が3ポイント先取で勝ち。では次行ってみよう。用意スタート。さあ、スタートで慌ててしまうと、こちらの黒い方の選手の方がね、手前の方の選手の方が速かったんですが、最後2個蹴ってマイナス4ポイント、先にゴールしたので3、4でマイナス1ポイント、遅い方の勝ちという競技になっております。ありがとう。このように、競技を工夫することにより、技術だけではなく運も左右するという、戦略性も重要なスラロームの競技になっております。最後に1類回収となります。で、それでは、スラロームの競技の中から花形と言われる、フィギュアスケートのようなね、技術を駆使した、スラロームの競技の方に移りたいと思います。では行ってみよう。レッツスラローム、レッツ。このように複雑な技を駆使していきます。さあ、見事なスケートを披露していただいております。ぜひ拍手で応援をお願いします。この間練習したやつ無理してもいいよ。どう？いくよ。どうぞ。はい、頑張ってノーズ滑りましたね。さあ、2号レッツゴー。このようにいろんな技を駆使して抜けていきます。これを、正確性、技術性、スピードなど様々な要素を加味して点数をつけていきます。点数が高い人が勝ちです。そして、競技の中には戻ってはいけないという必要はありません。時間制限が30秒もしくは20秒とあります。この20秒を超えない中でいろいろな技を駆使していきます。エアもあり、センキューありがとう。で、以上をしまして、スラロームのデモンストレーションを終わりたいと思います。中央部分に集まりましょう。さあ、それでは先ほど、デモンストレーションに登場してくれましたスピード選手、ホッケー選手の皆さんも、並んでください。